真実の明かり、未来の鈴、音楽の目覚め、この三つのものを必ず持っていかなくてはいけないよ。ありがとう、マーブ。さあ、いよいよ森へ行こう。なあ、レイブン、いるんだろ。ポコラたちは出発したから出てきなよ。レイブンも森へ行くんだろ。ポコラたちとは一緒に行かなくていいのかい。いやあ、久しぶり、マーブ。やっぱりあんたには分かっていたんだな。ポコラたちにはまだ会ってないし、なんも言ってない。森へ入る前に会った方がいいと思うよ。ポコラたちの勇気は本物だよ。手伝ってほしいと思っているのなら、正直に素直にならないとな。わかってるよ。レイブンの知っていること。何から話すればいいかな。ポコラたちは信じてくれるのかな。だって、ドモラの時に騙しちゃったしな。今更だよな。でも話をしないとダメだな。四つの国を救ったのがアムネンで、悪い妖精がアムネンの記憶を消してしまって、アムネンが思い出す前にいい妖精ボーヌムに会って、謎の病を消すことをお願いしないと、謎の病がまたみんなを襲うことになるってことを、ポコラにちゃんと話をしないといけないってことだよな。ポコラたちじゃないと救えないってことを伝えないとね。森の入り口はここかな。この道を進めばいいんじゃないかな。ちょっと待って、誰かいる。誰？出てきていいよ。いつから分かってたんだい？マーブの家出てからずっとついてきてただろ。誰？どうしてついてきたの？どうも、お久しぶり、レイブンだよ。あ、レイブン！アムネンと一緒に四つの国を襲った悪い奴だ。どうしてここにいるの？ポコラたちはとってもびっくりしましたが、でもレイブンの真面目な顔を見て何か大事なことがあるんだと思いました。レイブン、何か話があるんでしょ？森のことだったら何でも知りたいんだ。教えてよ。なあ、実はアムネンが昔四つの国を謎の病から助けた神なんだ。悪い妖精マルムに思い出を消されて、悪い神に変えられてしまったんだ。もしアムネンが思い出してしまったら、マルムは四つの国が消えてしまうという魔法をかけたんだよ。なんですって？でもどうして今こんなことになるの？そりゃあんたらポコラたちのせいさ。こないだの音楽会でアムネンが音楽に感動してしまって、マルムの魔法が消えかけてしまったからさ。だから四つの国にも悪いことが起こってるんだ。そんな、私たちはどうすればいいの？あるよ。アムネの記憶が戻る前に、いい妖精ボーヌムに会って、謎の病のこと、アムネンのことを助けてくれるようにお願いすればいいんだ。俺も一緒に行かせてくれよ。私たち、絶対にボーヌムに会ってお願いするわ。